皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は12月18日土曜日に開催される大阪城マッドフラットツアーと大阪での中村光三さん寝起きの考察さんの講演会をきっかけとして大阪のマッドフラットについて動画で考察していきたいと思います。ごゆっくりご覧ください。さて、これまでロシアやアメリカの真実を探求している研究者たちが自分たちの国の1階部分が埋まっている建物に気がついて、それらに対する様々な分析や仮説を立てているということを紹介してきました。日本においても寝起きの考察さんたちがそのおかしな建築物が日本にもあるということを発見して YouTube 上で発表しています。今日のマッドフラット動画のテーマは大阪です。大阪、日本第二の都市、日本の産業革命においては工業の中心地として東洋のマンチェスターとまで呼ばれました。日本有数のグルメの街として天下の台所といった肩書きもあります。その大阪は豊臣秀吉によって築城された大阪城と太閤豊臣秀吉が街の顔です。しかし19世紀中頃までに世界的な大災害によるマッドフラット、泥の洪水が起き、全文明の遺跡が地中に埋まり、1階部分が今でも埋まっているグレコローマン調の建築物が日本、そしてこの大阪にも残っているとしたら、果たしてこれらの教科書的な歴史的事実は本当に存在したものなのでしょうか。梅田で発見された1500体の遺体。この動画の直前にお伝えしたロシアの動画の中で、トゥーラ市で100体ほどの遺体が2メートルほどの深さの地層で発見されたという内容がありました。その動画では、公式の見解ではその遺体が共同墓地から発見されたものだとされているものの、実際には核戦争で命を失った人たちの遺体なのではないかといった説が展開されています。もし、ご覧になっていない方がいらしたら、ぜひそちらの動画もご確認ください。このトゥーラでの100人以上の人々の死因が本当に核戦争だったのか、それとも大洪水、あるいはその他の破滅的大災害によって一時的に同時に亡くなったものなのか、それは今のところわかりません。ただ2メートルという比較的浅い地層から発見されたものだとすると、その人たちが亡くなったのは150年から200年前に発生した世界中の建物の1階部分を粘土層で埋め尽くした破滅的大災害が直接間接的に関係していると考えられます。そしてこの大阪の中心地梅田でも、写真を見る限り比較的浅い地層から大量の人骨が最近2020年8月に発見されていました。その遺体の数は1500人に上ります。そしてこの比較的浅い発掘場所は、ロシアでの人骨が発掘された場所と同じように、すぐに大阪市の教育委員会と文化財協会という団体が梅田の墓地跡で人骨片1500体が発見されたと発表しています。当然これら公の機関が発表する見解に信頼性が一切ないということには、この動画を見ていただいている皆さんには明らかではないかと思います。公式の権威ある機関というのは、捏造の歴史の見解を絶対に曲げないために存在していると考えられます。現在私たちが目にしている、あるのだかないのだかわからない、流行り病騒ぎに対する各機関やマスコミの対応、そしてマッドフラッドという事実を今の今までお首にも出さなかった、これら公式の権威ある機関が何か重要な問題について馬鹿正直に真実の意見を述べているという可能性は限りなくゼロに近いのです。大阪
マッドフラット。さてこのように私たちは大阪マッドフラットという入り口で、大阪でも核戦争があったのではないか、マッドフラットでいっぺんに大量の人間が亡くなったのではないかと言われるロシア・トゥーラ市と同じように、権威ある公共の機関が墓地ですと自信たっぷりに認めている土地の比較的浅いマッドフラット後の地層で大量の死体、それもトゥーラ市で発見された遺体の10倍以上の数、1500体が見つかったということを知りました。そしてこの梅田の歴史についてはウィキペディアでこのように説明されています。江戸時代以前は下原と呼ばれる低湿地帯で、泥土を埋め立てて田畑地を開いたことから梅田と呼ばれた。世界中でなぜか地盤の弱い湿地帯に立派な建物をわざわざ建てて、そのために大変苦労したという神話のような捏造話が残されています。ペテルブルグしかり、ワシントン DC しかり、江戸しかりです。この梅田も同様に湿地帯で、しかもその泥土をわざわざ埋め立てて田畑地を開いたというのです。しかもその地名は埋めるという言葉を由来としているのです。地名にさえなるのですから、湿地帯のドロドロの土地を埋めたというのは事実と考えられます。問題はその土地を埋めた時期です。繰り返しになりますが、150年から200年前に5メートルから8メートルにも及ぶ粘土層が堆積する大災害が世界中で発生していたとすると、洪水も同時に起こっていたと見るのが自然で、世界中で海抜の低い土地が水に浸かり歩くこともままならない状態になったのだろうということは想像に難くなく、ペテルブルクやワシントン DC、 江戸が湿地帯に作られたと言われていて、かつマッドフラッドで1階部分が思いっきり埋まっている建物が大量にあることを考えると、大阪でも同様の災害があったのだと見るのが自然です。そして実際にはもともと乾燥した土地でしたが、マッドフラッドで一時的にひどい水浸しの湿地帯になり、その時期は1850年頃から始まり、おそらくそれなりに長い間湿っていたため、もともと湿地帯だったという嘘を明治時代の初めの頃につく必要があったのでしょう。大阪地下鉄とモスクワ地下鉄。大阪市営地下鉄が開業したのは1933年でした。この地下鉄の開業時期というのは世界的に見ても早い方です。なんといっても世界有数の優れた地下鉄ネットワークが築かれているモスクワは1935年開業で、大阪の2年後です。この大阪の地下鉄ですが、ネット界隈で時々モスクワの地下鉄に似た雰囲気があると言われています。こちらの写真はモスクワと大阪の地下鉄の古い写真ですが、その様子はあまりにも似ています。このマッドフラット界隈では頻繁に言われているのですが、世界各地の特に比較的早い段階で開業された地下鉄のトンネルというものは、その当時に掘ったものではなくて、もともと存在していたものを掘り当てて整備していたのではないかと言われています。ロンドン、モスクワ、ペテルブルグなどです。そしてこれらの地域には決まって地下都市といえるような過去に建設されている地下構造物というものが張り巡らされています。その一部を地下街といった形で使っていると思います。
つまりこれら地下構造物の多くは近代になって我々の文明の時期に掘り当て、そして建設したものではなく、全文明の遺跡をリフォームして使っているのだろうということになります。ですからモスクワと大阪の地下鉄の様子が非常に似ているのは当然で、大阪がモスクワを真似たなどということは、大阪の方が建設時期が早いのですからありえなく、また別にモスクワが極東の大阪の建築様式を真似たなどというわけでもなく、単にマッドフラッド前の統一世界文明の遺跡の跡ですから様式が一緒だという想定ができるわけです。そして地下鉄や建築物の様式が一緒だったということは、19世紀より前の世界では日本も含めて同一の文明文化を持っていたのだろうという推測が立ちます。そのため19世紀より前の歴史について日本が独自の文化を持っていたとする公式の見解については、そのすべてが捏造だったのではないかというロジカルに考えると至極当然の仮説が生まれてきてしまうわけです。繰り返しになりますが、この世界では日本だけではなく世界中で19世紀に甚大な量の泥の堆積を伴う大洪水が発生したことが隠蔽されている世界です。そのような重大な事実を隠蔽している権威者たちが馬鹿正直に歴史を伝えていると考えるのはあまりにもナイーブです。それどころか泥の洪水マッドフラッドの事実を隠蔽した理由こそが真実の歴史の事実を永遠に封印するためだったと考えた方がはるかに自然です。その根拠は物証として各種の建築物に残されているというわけです。大阪のマッドフラットゆかりの観光名所、マッドフラットゆかりの建物ということで共通する特徴があります。それはデザインが基本的に同じ潮流のものだということです。そしてその建物が確実にマッドフラッドの災害を経ていると見なすことができる根拠としては、その建物の1階部分が不自然に埋まっているということです。大阪で明らかに怪しいと思われる建物についてここで紹介していきます。大阪府立中之島図書館、1904年に建設、1922年に両翼を増築とあります。これが現在の中之島図書館の写真です。建築様式はご覧の通りで、アメリカやロシア、ヨーロッパにある建物と同様です。注目したいのは1階部分です。まず入り口が人の背丈の2倍ほどもある高さにあり、そこに階段で導かれているという構図です。なぜこのような背の高い場所に入り口を設置する必要があったのでしょうか。このような不自然な入り口の高さを持った建物はロシア中に存在し、見慣れたものとなっています。そしてその入り口よりも下にある階の窓が一部だけ覗いているという構図です。これもだからこそこの階がヨーロッパやロシアで半地下と言われているゆえんです。なぜこのような半地下の部分をあえて作る必要があったのでしょうか。そしてこの1909年当初の写真を見ると、入り口の近くに何らかの彫像が置かれています。これが現在も残っているかどうかはわかりませんが、この彫像は一体何を描いていたのでしょうか。そしてもしも撤去されていたとしたら、それはなぜなのでしょうか。そんな思いで調べていくと、この彫像の写真自体は見つからなかったのですが、この中之島図書館の内部にある彫像の写真は見つかりました。こちらです。ご覧の通りです。私たちがよく知っている白いものではないです。そしてこれを作成したのは、長崎の平和記念像で有名な
北村細胞氏が作成したものだとあります。比較すると単純に作風やバランスが違っていると感じるのは気のせいでしょうか。もしこの中之島図書館に飾られているこれらの彫像が全文明の作品であったとすると、そしてこれらは我々が知っている白い一般的な彫像と違った色であるということが、もしかしたら上から塗料を塗っただけかもしれないと思うわけですが、もしそうだとすると、この大阪や日本にもともと住んでいた原住民の姿というのがこのようなものだったのかもしれません。そしてイタリアやペテルブルグで見られる彫像と同様に非常に簡素な服を着ているとすると、やはり大阪でも年中温暖な気候がその当時あったのだろうと想像できます。この台になっている部分の塗装が剥げているというところを見ると、この部分は後年になってから木か何かで作成して追加したように見えます。おそらくはもともと窓だった部分を改造して展示用に使っているのだと思います。さて、今回動画はここまでです。続きはまた後日作成して公開していきたいと思います。この動画を公開する現時点では、大阪マッドフラットミーティング中村光三さんと寝起きの考察さんが出演される講演会まだ空きがあります。大阪城を中村さん、考察さん、オスカルさん、さらに他のマッドフラット情報の提供者たちが集まって一緒に観察することから始まります。講演会、その際には参加者の皆様自身が様々に意見やディスカッションをできる形式で進めていきたいと思います。さらにその後は大阪でのネットワークを作るためのオフ会を行い、その場で LINE グループに入ってもらい、相互にネットワークを活かしていただける機会を提供したいと思います。これだけ揃ってお一人様2000円の参加料とお食事代だけです。非常に希少価値の高いイベントとなっていますので、ぜひ皆さんご参加ください。今回イベント好評の場合は大阪で再度の実施も行うと思いますので、もしも定員に間に合わなかった場合も、その次回の機会ぜひご参加ください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。